神戸リガッタアスレチッククラブは兵庫県神戸市中央区にあるスポーツクラブ。1870年9月23日、アレキサンダー・キャメロン・シムの提唱により、神戸外国人居留地内に会員43名で発足。初期の会員には、シムの他に六甲山の海祖として知られるアーサー・ヘスケス・グルームが名を連ねている。1888年3月、 横浜カントリーアスレティッククラブとの間でインターポートマッチが開催された。なお、YC&AC との対戦は日本で最も古いサッカーの対抗戦と位置づけられている。第二次世界大戦後に現在地の磯上公園に移転した。2007年4月、日本プロサッカーリーグに加盟するビッセル神戸と提携を結んだ。 発足から3ヶ月後の1870年12月、コーベリガッタアスレチッククラブは、居留地内に体育館を建設した。1874年11月、日本政府が、居留外国人に対し居留地東側へのグラウンド5月に、完成ことに伴い、体育館は、グラウンド内に移設された。体育館は、KR&AC のクラブハウスとして機能し、 ボクシングやフェンシングといったスポーツが行われたほか、会員以外にも開放され、居留地内の市民ホールとしての役割も果たした。演劇や音楽会、ダンスパーティーなども催された。演劇会においては、横浜外国人居留地内のゲーテザ、長崎外国人居留地内のパブリックホールとともに、明治以降の日本演劇史に残る重要な施設とされており、 1927年の新築を経て、太平洋戦争中の1945年に空襲で消失するまでの間、神戸におけるアマチュア演劇のメッカとして機能した。劇場としての機能から、体育館は体育館劇場、距離打ち劇場と呼ばれた。1945年の消失後、体育館は東遊園地内に再建されたが、1962年に、 磯上公園に移設された。ありがとうございます。